じゃあ大人と子供が練習するぶりの膝つきレスリングの話です。大人は膝をついてつま先を立てます。それで歩きます。でレスリングスタート。はーい。タックル入ってあげたり、そしたらバックに回る。で構えて押したり引いたり動いて動いて、でタックル来たら腕になる。でこの時に必ずつま先を立てて、で大人同士でやる時にも組み手の練習になるので、いろんなパターンを